佐世保五番街は、長崎県佐世保市に2013年11月29日に開業した大型複合商業施設である。開業時の基本理念は、つなぐ町、結ぶ町。名称は、地元の三河町、四河、町商店街と佐世保駅とをつなぐ五番街の意味で名付けられた。当地は、佐世保市が1986年に策定し、 国土交通省とともに整備を進めた佐世保港再開発事業佐世保港ポートルネサンス21計画の一角にある。この佐世保港ポートルネサンス21計画は佐世保駅周辺再開発の中核事業ともなっており2003年度までに基盤整備が行われた,佐世,サ佐,世われた佐世保駅周辺土地区画整理事業を結ぶ場所に一致している。そのため 当地や建設される施設は、佐世保港、ポートルネサンス21計画の中核施設の一つと位置づけられていた。佐世保港、ポートルネサンス21計画の開発計画について、2001年に佐世保市民に対して行われたアンケート調査では、在日米軍や海上自衛隊などの基地があるため市民が港へ近づける地区がほとんどないことから、 港の眺望を楽しめる公園などがあり、家族や友人とのんびり過ごせる場所が1位となったものの、おしゃれにいろいろなショッピングを楽しめる場所も上位に入った。そのため、当地への大規模な商業施設の開業を警戒した地元の商店街や百貨店などは2001年3月に共同で分譲地への大型商業施設誘致に反対する要望書を佐世保市に提出した。 商店街側は、この際に、港の雰囲気が楽しめる、屋台市場や、大学の誘致など、既存商店街と競合せず集客に相乗効果が見込める施設を望んでいた。しかし、地上3階建ての建物にうちに、店舗面積、約2万3千平方メートルの商業施設を設ける、計画を示したアバマンショップホールディングスが、2008年3月26日に、 事業者として選定された。この案は他社の案より低層で店舗面積が狭いことから景観や地元商店街への影響への配慮がなされていることが選定理由とされた。この時点では2009年3月に土地の引き渡しを行い同年春頃に着工して2010年夏に開業予定とされていた。しかし選定と同年の秋に発生した リーマンショックの影響で同社が事業計画の見直しを迫られ予約契約が結べない状況に陥ったことから佐世保市が代わりに基本合意の締結を目指す方針に転換して同年12月10日に締結したその後2009年12月の基本合意でのアパマンショップホールディングスの基本計画を作成期限を間近に控えた11月6日佐世保市長が 東京の同社本社を訪問して、事業継続の意思を確認した際に、同社が経済情勢を理由に撤退する意向を伝えたため、計画は再び白紙に戻った。アパマンショップホールディングスの撤退により、再開発事業の根本的な見直しを迫られることになった佐世保市は、施設の方向性も含めて、計画の見直しを行うことになり、三浦地区港町づくり計画として、 再度事業を進めることになった。佐世保市内の13商店街で作る佐世保市商店街連合会は、こうした佐世保市の動きを受け、2009年3月12日に大型商業施設の建設を回避するよう求める要望書を市長宛に提出したが、再度言った公募で、同年3月30日に地元でスーパーマーケット等を経営するエレナグループが事業者に選定された。 こうした反対を乗り越えての選定であったものの、計画が中心市街地の一角といえる場所にあることから、中心部の衰退につながり、買い物弱者の消費の場を奪うという大義名分が立たないことから、徹底的な反対運動を起こしがたかった。そうした背景もあり、エレナグループの選定直後は反発は少なかった。ところが、 2012年10月29日に行われた佐世保市議会で出店希望が相次いだことなどを理由に店舗面積を当初計画の約1万6000平方メートルから約1.4倍の約2万2000平方メートルに拡大するとともに駐車場の台数なども増やす計画変更が明らかになった。そしてその計画変更を佐世保市が許可する方針を示したため 佐世保市商店街連合会は事前協議もなしに計画が大幅に修正されたとして同年11月27日に当初案に戻すよう求める要望書を友永のり市長に提出し佐世保市に計画の再審査などを求めたしかし市は同年12月4日に選定理由に沿った計画であるとして再審査しないとの回答書を 佐世保市商店街連合会に提出した。そのため、エレナグループと地元の商店街などが対立したまま、2013年2月21日に、起工式を行って着工する形となった。先日の計画規模拡大に伴う、再審査の要望を却下した際に、佐世保市は、既存商店街への影響はないとは言えないとして、事業者である、 エレナグループと地元の商店街などとの連携強化が必要との認識を示していた。そのため、エレナグループや佐世保市は、佐世保商工会議所と3家町と4家町の両商店街が参加する5社協議会の設立準備会を2013年6月5日に開催して連携を模索することになり、官民合わせた8団体が参加して同月に 佐世保町元気協議会を設立した。同協議会は、巡回バスの運行や駐車場の共同利用など10、事業を民間で実施するとともに、商店街と投資施設や佐世保駅を結ぶ、歩道橋の新設や、松浦鉄道西九州線の新駅設置を、佐世保市が行うことなどを含めた約30の事業案からなる、中間報告書を同年10月22日に、 させ保市に提出した。しかし、投資設は商店街のアーケードから約500メートル離れており、買い物客が楽に歩いて行き来できる距離ではないことから、買い物客を根こそぎ持って行かれるのではないかという、商店街の衰退への懸念は、開業が近づいても高まることになった。なお、開発母体であるエレナグループ側は、投資設の基本理念として、つなぐ街、 結ぶ町を3が町と4が町の両商店街との連携を目指すとし、商券を拡大することで商店街にも相乗効果をもたらすことが可能としていた。実際に若者らの間では地元に買い物する店がないとして約10%が福岡市まで服飾関係の商品を買い物に行く状況にあり、佐世保市民全体でも 地元で買い物をする割合が約75.4%まで落ち込んでおり、かつては市外からも買い物客を集めていた、集客力が低下しているとの指摘がなされていた。そうした状況を背景に、店舗構成の魅力で地元への回帰を促すと同時に、佐世保市外からの集客を図ることを目指すとしており、若い世代を中心に出店を期待する意見も多かった。 2013年11月29日に式典を行って、正式に開業し、全店舗が営業を開始した。ただし、同月15日に結婚式場、ハーバーテラス、佐世保芸品館が開業し、正式開業前日の27日には、全83店のうち82店が営業を開始するなど、ほとんどは先行を開業している。 開業直後の約1ヶ月間で見ると、投資施設の売上高が1日あたり、約2500万円強と想定を上回り、佐世保駅では開業以降の利用者数が、前年同期比、約20%増えるなど、大きな集客効果を発揮した。そのため、投資施設周辺での渋滞を避けた買い物客などが、商店街近辺に駐車することで、商店街にも買い物客が回遊し、 商店街の通行者数は大きく変化せずに済んだ。こうした状況から中高年の馴染客主体の商店街と若者中心の投資施設の間で住み分けが可能との見方もされた。しかし人通りがほとんど変化しなかったとされる開業直後の約1ヶ月間にも商店街の売り上げは減少したとされている。また2014年1月30日から2月2日に かけて行われた来店客へのアンケート調査では、当施設の来店客のうち約40.3%が商店街などの他の施設に立ち寄らず、4家町商店街の来店客のうち約51.3%は他の施設に立ち寄らない上、立ち寄る客の中でも当施設への割合は約20%で全体の約10%に止まるなど、 当施設と商店街との間の来店客の勧誘性が低いことが明らかになった。なお、当施設の開業に伴う佐世保駅の乗降客数の増加の影響で減少傾向にあった乗客が増加に転じるなどしたため、松浦鉄道が4期ぶりに黒字転換するといった効果も生じている。佐世保市の中心市街地の商店街から約7キロメートル離れた佐世保市大東町に 1997年10月9日に、当時西九州で最大とされた80店の専門店が出店するジャスコシティオートが開業した。その際に対抗するため、同店の開業同日に商店街に掲げる上りなどを統一して刷新し、4が町商店街と3が町商店街を合わせてサルクシティ43を名乗るなど、郊外型大型店との競争は、 当地でも生じていた。しかし、2004年6月の佐世保市議会で明らかになった、イオンが佐世保市北部の愛浦に2007年7月に約20万平方メートルの敷地面積に、店舗面積約6万5000平方メートルの大型商業施設を開業する計画は、2006年2月23日に佐世保市長が出店予定地の農業用地指定を解除しないことを、 発表して実現が不可能になった。だが、その後も長崎県佐世保市白竹町の佐世保重工業旧白竹鉄工工場跡地に2012年11月30日にイオン佐世保白竹ショッピングセンターが開店するなど、郊外への大型店の進出は続いている。佐世保駅と佐世保港に面しており30年間の 定期借地権付きの私有地に建設されたクリーム色の外観の鉄骨一部3階だけで、開業時点での店舗面積は約2万2000平方メートルであった。開業時の投資額は約50億円で、施設全体として約1000人の雇用を創出し、初年度の売り上げは約94億円を見込んでいる。JLL モールマネジメントが、プロパティマネジメントサポートとして参画し、 施設の管理運営をサポートしている。各店舗は開発母体のエレナグループが運営するスーパーマーケットエレナで1階に入居している。開業時には2階が医療品や雑貨店などの服飾関係、3階が玩具、ベビー用品関係を中心とする店舗構成として全体で83店舗が出店し、飲食店はそのうち12店舗であった。 開業時の主なテナントとして、医療品では、ユニクロの低価格医療品店、GU、新四部区中心の医療品店、青木、雑貨では、西鉄グループが運営する、インキューブや、無印良品、書籍とともに、雑貨も扱う、ビレッジヴァンガード、メガネ店、ジンズなど、玩具、ベビー用品のトイザラスベビーザラスが出店していた。 開発母体のエレナグループは、店舗構成について、魅力あるブランドがさせ保に少なかったのが、原因で、福岡市などの市外への消費流出が生じていると見ていたため、長崎県内所出店のテナントを多めにしている。なお、開業時のテナントで、長崎県内所出店の店舗数については、長崎新聞が21店舗、読売新聞が20店舗、毎日新聞が15店舗としており、 初出展の判断が分かれている。また、開発母体のエレナグループが結婚式場の誘致にも意欲的であったことから、競合して、当地区の開発計画に応募して落選していた IKK が結婚式場のハーバーテラス、佐世保芸品館を出展した。ありがとうございます。